選出理由としてはもう圧倒的万能です。この人は人外系の音というか、この番組はどうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノニーさんの方でございます。今日もよろしくお願いします。さあもう2023年も終わりということでですね、まあそれにちょっとちなむわけじゃないんですけれども、若干ちょっとちなみかけてるような企画をですね今日お送りしたいなと思っておりまして、デスボイス講師ですね、デスボイストレーナーの私が選ぶ、シャウトデスボイス四天王というのをお送りしたいと思います。まあ以前ね、あのリー先生とやらせていただいたロック四天王みたいな、この動画にちょっと近いところもあると思うんですけれども、まあたくさんね世の中にはデスボイスを、扱うアーティストさんいらっしゃいますけれども、もうその中からもう非常に独断と偏見で、もうこの人も本当にやばいよと、もう厳選しまくった、もう濃縮還元も還元している4名っていうのを誠に勝手ながらですね、あの選出させていただきまして、そしてまあその各ボーカリストの方の特徴なんかも合わせてご紹介させていただければなと思っております。あの普段ねデスボイスでもうすでにガンガン歌ってるぜっていう人に対してもすごく面白い動画だと思うし、これからねデスボイス始めていきたいなとか、そういう方々がこうお手本にするアーティストの指標としても参考になっていく動画かなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係のお話とか、ボイドラ関係の話とかね、アップロードしておりますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。よっしゃー。さあということでですね、発表していきたいんですけれども、まあまずね、さっきも言いましたけれども、あの非常に非常に独断と偏見でございますよ。だしまあ今のところね、私が思うというか2023年バージョンというか、まあそれぐらいの感じで捉えていただけると、嬉しいです。もう団長の思いですよマジで。だからもう皆さん上手いんですもん。だってもうプロでね活躍されてる方々っていうのはもう大前提めちゃくちゃ上手いです皆さんね。もう言ったらもう均等なんです。だから言い悪いとか別にないわけなんで、フラットなんだけど、まあまあある種もう個性がぶち抜いてるみたいな、尖りに尖ってるみたいな人もいるわけなんで、そういった方々を選出させていただいております。もうほんと団長の思いですよこっちは。もう実際今切れてますから、超もう切れてる状況で今撮ってますから、もう今すぐ病院に行きたいんですけど、まあ、お届けしないといけないなと思って今こう、カメラ回してるわけですね。高評価ボタンを押してくださると治る気がすごいするんで、僕の腸をいたわってくれる人、ぜひ押してくださいね。ということで、四天王ということなんで、4名いらっしゃいますよ。いらっしゃいます。で、まあ、順不動というか、この順番に発表していく順番に意味はないんですけれども、まあ、お一人目から発表させていただきたいと思います。一人目は、デビルーフのケイスケさんです。はい、まあ、DDJ というですね、デビルーフ、デックスコア、ジルカ、私も、日々お世話になってるというか、仲良くさせていただいている、この VK メタルというジャンル、ビジュアル系メタルというジャンルを引っ張っていっている、この三大御三家バンドの一つの、デビルーフのボーカル、ケイスケさんなんですけれども、コラボさせていただいたりとか、フィーチャリングとか、ライブでさせていただいたりとか、僕がね、なんなら昔からめちゃくちゃリスペクトしてて、もう、勝手にお兄ちゃんだと思ってる、人なんでございますけれども、選出理由としては、もう圧倒的万能です、この人は。まあ、今から、発表していく残りの3名の方は、もうもちろんだし、今他のプロの方も含めてそうなんですけど、まあ、皆さんもちろんいろんなことができるし、すごく引き出しは多いんですけど、ケイスケさんに関してはマジでできないことがないっす。どんなニュアンスでもできる。なんか、隙がもうね、あんまりないというかね、綺麗の、なんかこういう、なんかあるじゃないですか、グラフみたいなやつ。あれで言うと、もう全部綺麗にこう六角形というか、なんか全部角取ってますみたいな、そういうステータスの持ち主なんですね。まあ、ケイスケさんの実際の歌唱を聞いたことある人すごく多いと思うんですけど、もうすっげえ低いグロール、まあカテラルとかね、いろいろ出せるし、で、その中でもいろんななんか音色使い分けるし、ちょっとこう地声地声したような響きもあれば、すげえ高いのもあれば、で、かと思えばなんかホイッスルボイスとか、ホイッスルに匹敵するなんかピグスクイルとかさ、なんか、あとなんかよくわかんない気持ち悪い効果音みたいな声とかさ、なんかいろいろあるんですよ。だし、めちゃくちゃこれさ、流れるようにさ、もう目にも止まらぬスピードで、とっかえひっかえ、なんか、しかもライブ中とかにもさ、こう、発声をチェンジしまくるじゃないですか。めちゃくちゃ滑らかに。ツルツルじゃないですか。縫い目どこ行ったみたいな。っていうのがもう、いつ見てもすごいなって思うんですよね。昨日もですね、ジルカのリッチョと、夜な夜な二人で飲みながら話してたんですけど、ケイスケさんマジでやべえよね、みたいな話をもう普段からするぐらい、この人は本当にすごいです。周りのバンドマンとかもお墨付きの、すごい人です。チェックされたことない方は、僕の動画も出てくださったりとか、デビルフの公式でライブ映像とかも上がってるので、もう、メンタルも飛び出るんで、ぜひ見てほしいです。ということで、一人目が、デビルフのケイスケさんでした。二人目、
現ノーシス、元クリスタルレイクのりょうさんです。もう僕はもう絶対ね、りょうさんは、まあもう本当独断と偏見ですけど、入れたいなって思っていて、もうずーっと、ドラえもんみたいな声出てるな。ずーっと上手いのよ。ドラえもんみたいな声出ちゃうぐらい上手いから、りょうさん。そう、選出理由としてはもう、とにかく、上手い、技巧派っていう。これが、選出の理由になります。本当に技巧派、技術が高い、スキルフルっていうかね。そんな感じです。もちろん、さっきね、発表させていただいたケイスケさんとか、他の方々、他のプロの方もそうなんですけど、皆さん上手いです。皆さん技巧派なんですけど、何でしょう、技巧派という言葉が似合う感じ、わかります？上手いっていう、このワードが似合う感じ、わかります？まあ、先に発表したのがケイスケさんだから、ケイスケさんを例にとると、ケイスケさん上手いですけど、なんか、ベクトルが違うじゃないですか。なんか技巧派っていうワードってなんかこう、いい意味での繊細さみたいな。よりこう、緻密なコントロール感みたいなニュアンスを含んでるじゃないですか。で、りょうさんってそういう感じしません？わかります？これ何なんだろうね？音の感じなんですかね？なんかね、りょうさんのスクリームってさ、なんか、すげえ重いし、すげえゴツゴツしてるんだけど、すごい繊細なの。わかります？わかりますよね？なんか一歩間違えたら、聴覚検査とかで流れてきそうな音というか、ピーカチッ、ピーカチッ、ウーカチッ、みたいな。わかります？っていうのがワンチャンありそうなぐらい、なんか繊細な印象ね、僕はあるんですよね。で、実際やってることめちゃくちゃ緻密で、多分もう、ピッチとかすら多分コントロールとかしながらとか考えながらやってると思うんですね。その倍音に対しての、その別の部分、その基盤となる音とのこの落差の感じで太さ変えようとか、多分そういうとこまで考えたりとか、多分されてると思うんですよ、おそらくね。あと、シンプル、中域の感じ出せるのって、りょうさんだけじゃないですか。まあ、そのメタルコア系のシャウト使ってる人自体は多いと思うんですよ。ウェイ、メイ、フォイ、ナフェイン的なシャウトって使ってる人は多いとは思うんですけれども、なんか、りょうさんの質感ってね、やっぱ追いつけないというか、やっぱりなんかクレバーな音っていうんですかね。なんか、ぶん殴ってきてんのに、すごいこう、細やかな部分も感じるというかさ、あの感じはやっぱ出ないっすよね。しかもなんか、めちゃくちゃ安定してない？あの音質が。あの音質でずっとなんで、その、早い曲いけんの？みたいな感じでライブとかもこなされるじゃないですか。すげえ聴いてて安心するんすよ。もうなんか、プラグインみたいなもん、なんか。そういう、打ち込みみたいな。ぐらい、なんかびっくりするんですよね。あの安定感ね。っていうので、まあ、りょうさんも本当にびっくり人間だなって、やっぱ日々思うので、今回勝手ながらですが選出させていただきました。っていうのが、これも皆さん文句ないんじゃないでしょうかね。二人目、りょうさんでございました。で、三人目でございますけれども、ヒステリックパニックのともさんです。ともさんもですね、何度か、うちの動画でもコラボさせていただいたりとか、普通にプライベートで筋トレさせてもらったりとか、日々ね、お世話になってるんですけども、じゃ、まず最初に選出させていただいた理由なんですけれども、もう一番規格外、この人は。本当に。僕ありがたいことに、たくさんのアーティストさんの、生声というか、生デスボイスとか、聞かせていただく機会が多いんですけれども、もうね、圧倒的な、わけわかんなさ。一番わからん本当に。もう本当にガチで、トモさんの、その生シャウトを、目の当たりにしたときは、もう本当、漫画みたいに、こう、目と、こう、鼻と、口と、こう、なんか、骨と、全部こうなったの。距離できた。マジで。それぐらいの本当、衝撃だったんですよ。もう本当にそうです。何がすごいかって、もう音量もすごい。体が全部鳴るんですよ、あの人。体が全部鳴ってんの。なんかね、太ももの、この辺まで鳴ってんのよ。もうなんか唯一鳴ってないのがもうふくらはぎぐらい。ふくらはぎ、もう膝より上が全部鳴ってるんです。これ冗談抜きですよ。マジの話ですからね。マジの話で全部鳴ってて。やっぱそれだけ響いてるから音がもうマジバチクソでかいんですよ。だし皆さんご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃいろんな種類の声を操るし、吸いも吐きもやるんですよ。で、両方規格外なんですよ。で、今まで発表してきたところで言うと、りょうさんとか、ケイスケさんもめちゃくちゃ声の種類多いし、そのレンジも広いんですけど、違うレンジの広さなんですよね。もうね、鳴らし方ごと結構全然って言ったらあれですけど、まあ違いますね。違うから、レンジの取り方が違う。もっとこうグラデーションが、ある感じというか、なんだったら悪い意味じゃなくて、結構なんだろう、これ僕の予想なんですけど、割と時期とか日によって変わるぐらい、ちょっとこう微細に差が出てくるぐらい、結構こうグラデーションで音色が変わりうるようなぐらい、引き出しがめっちゃクククク
って細かく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 あるような感じで、こう境目がない感じっていうのかな、もうなんなら全部一緒というか、まあなんかそんな印象があります。なんだろうな、人外系の音というか、みたいなさ、まあ、いわゆる下水道チックな音ってあるじゃないですか。もうこれの、なんだろう、広辞苑みたいな。こういう音大体出せますみたいな。もうこれの、あの人はもう専門店なんで。マジで。あ、それでしたら、あそこ家は全部ありますよ、みたいな。そういう信頼感、圧倒的な。うん、それがトモさんですね。もう本当にめちゃくちゃすごいよ。あの人のはもう音ですね。SE です。SE。水もね、さっき言ったんですけど、水もやるんですけど、あの人。水の音量もマジでやばい。てか、水の方がでかいんですよ。もうわけわかんないでしょ、もうなんか。僕今これだけこう熱量高めに喋ってますけど、これをはるかに超えてくるぐらい衝撃あると思いますよ。だからほんと生でこれはね、体験してほしいので、ライブとかね、ぜひ行かれてほしいんですけども。だからね、割と、りょうさんとかけいすけさんって、ちゃんとね、こう、声の成分とか聞こえるんですけど、ともさんのはもう、やっぱ、組織、なんか喉の組織が鳴ってますみたいな感じ。いい意味での喉感というか、まあなんかその、フルで歪むとこ全部歪ませるみたいな。その声っていうよりは歪みみたいな、そういう印象がありますね。さあ、そして3人発表してまいりましたけれども、最後の1名発表したいと思います。四天王4人目、マキシマムザホルモンの大助ハンです。大助ハンさんです。大助ハンさん。はい。いつも呼び方に困りますけれども、まあ、大助ハンでいいですかね。大助ハンの選出理由なんですけど、この変え難さ、唯一無二性というか、一番個性的なんだと思うんですよね。もうね、なんだろうな。一番大助ハンなんだよね。だから、大助ハンだけは、大助ハンにしか務まらないんですよ。わかります?そう。もう大助ハンの代役はいないというか、そういうなんか圧倒的な確立された立ち位置を、持ってると思いますし、これはなんでかっていうと、やっぱ、まあ、いろんなところがあるけれども、やっぱ発声なんですよね。大助ハンの発声は、それっぽくできるんですけど、まあ、こういうイメージかな。ザクッとやってみるとこういう感じなんですけど、なんか違うというか、やっぱなんか物足んないというか、なんか完全にそうじゃないみたいな感じになるんですよ。だからまあ、今、それっぽくやったし、大助ハン風のシャウトをするときはこういう僕シャウトをするし、生徒さんにもそうお伝えするんですけど、まあ、やっぱこれではないんだと思います。やっぱ回路がちょっと違うんだと思います。高いシャウトも含めてですけど、キャーキャーの、キャーキャー系のやつですね、いわゆる。だからここはもうほんと変えがたいポイントですし、あとこれ意外と見落とされがちっていうか、着目されながちかもしれないことなんですけど、まあ、1個というか2個というか、めちゃくちゃすごいポイントが大助ハンにはあって、それは何かというと、滑舌とリズム感なんですよね。うん。まあ、これを1個として考えてもいいし、分けて考えてもいいと思うんですけど、まあ、滑舌とリズム感。これも本当に大助ハンのストロングポイントだと思います。この発声に並んですごいポイントだと思っていて。ホルモンの曲ってめちゃくちゃ早口じゃないですか。なのに、これよくね、ホルモンの曲聴いてほしいんですけど、ちゃんと全部言ってるんです。これの凄さわかりますか?歪み声を出すときって、クリーントーンもまあもちろん滑舌よく発音するのは難しいんですけど、その難しさ以上に歪みが乗ってくるから、やっぱりクリーン以上にパワーはね、絶対使います。使うし、パワーを使うということはブレやすいんですよ。フレージングを細かくされた時に必死に作ったものがちょっとずつでもね、やっぱこう崩れやすいんですよね。っていうウィークポイントがあるんですけど、それを全く感じさせないんですよ。歪みがちゃんと歪みのまま、一個一個のワードにめちゃくちゃ細かく早く乗ってきてるんですよね。で、かつこれをちゃんとパキ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 ってリズムにも当てはめてるっていうのが、マジめちゃくちゃすごいです。ホルモンの曲カバーするときにこれいつも思います。え、これ、この滑舌この感じでこなしてんの?いや、改めてやばくねみたいな感じのことを思いながら、ホルモンの曲カバーさせてもらうときはカバーしてるんですけど、これがマジですごいのよ。なんかさ、カラオケとかで結構ホルモンって、入れやすいじゃないですか。その、ディスボイス始めたての人とかでも、いい意味で入れやすいでしょ。まあ、ある種結構ポップにね、歌いやすいじゃないですか。みんながいるときとかもね。でもやっぱ歌ってみて、かっこよく歌うのは結構めちゃくちゃ難かったりするじゃないですか。気楽に歌えるけど、本当に歌いこなすのは難しいみたいな。これはやっぱこの滑舌とかリズムの部分も超含まれてると思いますよ。だからもし今以上にそれっぽくホルモンかっこよく歌いたい場合は、この辺とか着目しながら練習してみるといいと思うんですけど。まあね、今日これまでに発表されてきたお三方っていうのも、なんかもはや誰にも追いつけない領域にいらっしゃる、別ベクトルでね、いらっしゃる方々ですけれども、まあなんか、そのベクトルとはまた別ベクトルで、わかります?なんか、違う追いつけなさみたいな。もうなんか一人だけ違う世界おるみたいな意味で、
他にはやっぱ追いつけない圧倒的な個性、圧倒的な武器を持ってるのが僕大輔班だなっていつも思ってるので、ちょっとこの4人の中に、今年というか今回は選出させていただきました。以上4名、私、デスボイスの先生、デスボイス講師のマホンが、選出するデスボイス四天王と、その特徴でございました。はい、どうでした皆さん、どう思われました？調子乗んなよって思われた方もすごくいらっしゃると思うので、本当ご不快に思われた方は本当に申し訳ないんですが、もうね、ちょっとね、この人たちはもう本当にすげえから聞いてくれっていうのをまとめたくて、ちょっとついつい作成してしまいました、今回の動画を。でね、迷った人ね、めちゃくちゃいますよ。まあ、何事にもそのなんか規格外ってあるじゃないですか。まあ、そこに今回は割とこうフォーカスして選出させていただきましたんで、その今回ね、迷いに迷った方も本当にたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、その方々っていうのはまたちょっとこう個別のまた動画でご紹介をさせていただければなと、目論んでおります。なので、まあ、ぜひですね、皆さんの思う、四天王とか、この人はちょっと四天王に入れた方がいいんじゃないですかとかね。あと逆に、まあ、本さん、この人知らないですか、この人やばいですよみたいな。その辺もですね、なんか皆さんでワイワイ盛り上がれたら面白いなーなんて思っておりますので、ぜひ気軽にコメントいただければと思っております。いつも見てます、コメントありがとうございます。ということで、今回の動画面白かったよとか、参考になったよとかいう方、ぜひ、グッドボタンと、あと、チャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノイサモンがお送りいたしました。バイバイ。